In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. みなさん、こんばんは。今日の夕方、大キングカムの黙想の時間にようこそ。毎日、私たちは、まだキリスチャンではない五人の人を覚え、その人のために祈ることを約束しています。イエスの最初の弟子の様々な人たちは、漁師でした。イエスは彼に、私についてきなさい。そうすれば、人を釣る漁師にしてあげる、と言われました。その呼びかけが私たちにもなされているので、イエスの時代のさまざまな漁師のイメージを黙想の内容として使っています。では、今日も私たちの五人の人のために祈りましょう。今晩でカインの祈りのコードを使いますが、今回、私は何も言いません。今回、あなたの心の中から、今日の祈りの内容を探してお願いします。アイディアの一つとして、その五人のために祈るため、今までの漁師の仕事から来たイメージの中から、一つを用いて、一人一人のために祈ってみましょう。どっちのイメージは誰に当てはめることが良いと思うのでしょうか。網か、帆、船、塩、餌、釣り竿、タールか。今、彼らのために想像を持ちながら手を出しましょう。
私たちが祈っている5人のことで心がいっぱいになったところで、今日の漁師の仕事から来たイメージに目を向けてみましょう。今日のイメージはオールです。風がないとき、オールは私たちが沖に出たり岸に戻るのを助けてくれます。私たちが5人のために祈ることに関して、この漁師の道具は私たちにとってどの意味、またはどの日常のイメージになるのでしょうか。強さ、思い、平衡を保つ、浸される。滑る。努力。ゆっくり。連れて行く。疲れる。速さ。
引く。力を貸す。オールというイメージは、あなたのクリスチャンの生活の中に、どこで現れていると思いますか？そして、それに連想される言葉は、どうやって宣教に良いと思いますか？祈りましょう。冊子 Thy Kingdom Come の22ページに掲載されているお祈りを捧げましょう。まず英語で祈りましょう。その後日本語で同じの祈りを捧げましょう。Bountiful God, feed me with the bread of heaven, and give me today the things I need for today, and save me from wanting more than my share. There are so many people who are hungry for love and thirsting.For peace. Help me to help others find their place at your table. おしみない方である神様、天のパンで私を養い、今日必要なものを私に与え、自分の取り分以上のものを欲することのないように、私をお救いください。愛に飢え、平和を渇望している人々がたくさんおられます。他の人々があなたの食卓に自分の居場所を見つけることができるように、どうかお助けください。アーメン。あなたの信仰のろうそくがどんなに小さく見えると思っても、すべてのろうそくは同じ一つの光を放つことを忘れないでください。今晩の平和のうちに迎え、天の父があなたの中の光となるようにしてください。父と子と聖霊の皆によって、アーメン。